10月15日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて109円10銭安い 23,517 円63銭でした。トピックスは 7.77 ポイント安の 1636.13 でした。量指数とも下落であります。東証一部全体の7割近い1460銘柄が下落しました。上昇したのは全体の3割弱601銘柄ということで、東京市場は売り物が先行しました。昨日のアメリカの株式市場がやや冴えない展開でありました。野党の民主党と与党共和党で追加経済対策の協議が難航していますが、ムニューシン財務長官ですね、こちら政権側ですけども、ムニューシンさんが選挙前に何らかの合意を得るのは難しいだろうという認識をコメントしたということです。これを受けてアメリカ株が冴えず、それが跳ね返ってきた今日の東京市場も午前中は売り物がやや優勢でした。そして商いが少なくなっています。東証一部売買高株数が4億と1900万株、単純に2倍したとしても1日で8億株が見込める程度であります。売買代金が8461億円になりまして、これも単純に2倍すると1兆6000億円程度ということで、やや商いが少なめという午前中でした。新興市場マザーズ指数が20ポイント 1.4% の下落で 1345.46 でした。日経ジャスダック平均株価は12円と99銭安 0.3% の下落ということで、東京市場は4指数とも下落で終えています。日経平均冷やしチャートです。2万3600円台に突っかけたんですが、なかなか600円台保つのは難しく、今日は一番安いところで3514円、午前中も3517円で終えています。大きくチャート形状を崩すような形ではありませんけども、なかなか2万3600円よりも上のところでは、それなりの売り圧力もあるようです。こうした中動いていた銘柄であります。まずは業績関連で ABC マート2670が動いていました。 ABC マートは午前中は120円安 2.1% の下落でした。これまで未定としていた通期の業績見通しを開示しました。こちらがやや失望を誘っているようであります。一方でこちら9202 ANA ですね。航空会社、コロナによる移動制限、外出制限でかなり厳しい状況が続いていますけども、政府系の政党銀などから劣後ローンで大規模な資金の融資を受けるというような話が伝わってきています。こうしたことから、とりあえず財務体質は改善されるのではないかと、そうした見方があるようです。 ANA はこうした報道を受けてなんでしょうか。午前中の段階では31円と50銭高 1.3% の上昇で終えています。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。